マリサー。はいはい、なんでっしゃろ。ガールズ。なんなんだよ。そんなのんきにしてたらダメでしょうが。常に緊張感を持てとか軍隊か。それよりも大変なんだ、ガソリンがめっちゃ高いんだ。ああ、そうらしいな。あまりにも高くて私のトゥクトゥクの燃料をハイオクからレギュラーに変更したんだよ。ハイオク使ってたの？少しでも安く抑えるためにわざわざ県外のガソリンスタンドを使ったんだ。移動でめっちゃガソリン無駄にしてるじゃん。どうしたんですか？こいつがアホな給油をしてるって話。ひどい。まあ最近は原油高と円安のダブルパンチで高騰してますからね。そんなとんでもない陰謀が。陰謀でもなんでもないわ。ああ、原油が取れる国はいいよね。今ウハウハでしょ。アラブの石油王とか毎日ピンドンで大騒ぎなんでしょ。なんでキャバクラみたいな豪遊してるんだよ。最近いろんなところでオイルマネーを聞きますよね。スポーツ界や日本の株式投資でも聞いたことあるな。特にサッカー界でシャシャリ出てきてるよね。実はこれサウジアラビアの壮大なプロジェクトの一環なんですよ。つまり隠された陰謀があるのか。陰謀論者は帰れ。ということで今回はサウジアラビアの経済と投資について解説しようかと。やけにピンポイントだな。今日は帰って三笘の試合を見たいんだけど。聞いてくれたら東方聖火さんのポテトフライをあげます。テンション上がってきたー。簡単にテンション上がるなお前。ということで今回はサウジアラビアと PIF についてです。サウジアラビアは知ってるが PIF ってなんだ？ PIF って確かファンドだっけ？サウジアラビアの歴史は以前オイルショックの時にも解説しましたが、復習がてら聞いてくださいな。助かる。サウジアラビア王国はアラビア半島の大部分を占める絶対君主国家です。ということは王様がいるってこと？サウジは確かサルマーン国王だったよな。サウジアラビアというのはサウド家のアラビアの王国を意味してて、サウジの最高法規の中の法律でも国王は初代国王の子孫であることが明記されています。この時代にそこまで血縁関係を重視するのは珍しいな。ちなみに現在の国王は1932年に建国した初代王様の息子です。90年も前のことやんけ。血縁を重視するんで初代国王は有力部族の長の娘に子供を産ませるために100回以上結婚してたみたいです。ああ、年1回以上のペースで結婚してたのか。ちなみに最後の男子が生まれたのは71歳の時だったそうです。すげー。そもそもその王様の息子なの？問題になるからそういうこと言うのやめろ。あとこのサウジアラビアは第三次の王国となります。過去にもあったの？もともとは1744年にサウド家と宗教家が盟約を結んで成立しました。サウジアラビアって結構厳格なイスラム教なんだよな。だけどなんで三度目なの？エジプトやオスマン帝国やその他の人たちとの争いが多かったんですよ。何度かボコされたってことね。まあなんやかんやで今のサウジアラビア王国が成立するんですが、当時の王は建国以前からペルシャ湾岸地域の油田の調査を行ってました。その時から石油に目をつけていたと。サウジアラビアを建国しましたが自給自足の弱い国でしたので大きな後ろ盾が必要でした。それでアメリカと仲良くなったと。はい、アメリカは石油需要の高まりがあって石油を求めていたのもあり思惑が一致して1933年に外交関係が樹立しました。でもまだ石油が見つかってないんでしょ？サウジはアメリカのスタンダードオイルオブカリフォルニアに石油利権を与えて現地子会社を設立。子会社を作ったのか。これがアラビアンアメリカンオイルカンパニーで通称アラムコです。もしかしてあのアラムコか。1938年にザフランで大規模油田を発見しました。大当たりを引いたんだよね。サウジはこれを材料にして1945年アメリカのルーズベルトと会談。アメリカさんはサウジの軍事的防衛をお願いします。オタクはうちに安定的に石油を供給してね。ギブアンドテイクが成立したわけだ。それでもこの時のサウジの収入って使用量だけで大して儲からなかったんだよな。まあそれでも当時はメッカの巡礼ぐらいしか収入がなかったんで。そんなに何にもないの？大部分が砂漠だしな。それが石油で潤い始めて50年代以降ベビーブームが到来、80年代までの合計特殊出生率は7を記録しました。確か今の日本って 1.3 とかだったよな。差がやばい。サウジ国内には多くの外国人が住むようになって、サウジの人も欧米の大学で学ぶようになりました。外国で学ぶ余裕が出てきたのか。そしてこの学んだ人たちが技術官僚、テクノクラートとしてサウジを引っ張るようになりました。それで近代化になると、
テクノクラートらが安すぎた原油価格を産油国間で価格を制定するための法整備をしたり、アラムコを国有化したり、アラブ石油輸出機構、オアペックの創設に関わり、オイルショックを演出しました。あの日本をどん底に突き落としたオイルショックか。逆にこれで産出国のパワーが増大することになったんだよな。サウジは石油を国有財産として握ることができたので、石油からの収益を国庫に収めることができるようになりました。ということは税金が安く済むの？というより税金がないんじゃなかったっけ？マジで？サウジの国家歳入の8割ぐらいが石油部門で、79年には GDP に占める割合が 87% でした。なんだって。なので税金がなくて手厚い福祉や補助金政策を享受できました。パスポートを持ってどうした？ちょっと今からサウジアラビアに行ってくる。諦めろ、お前だったら入国拒否される。ひどい。こういう資源などによる収入を原資に給付や福祉で国民を納得させる国家をレンティア国家と言います。経済的な不自由をさせないことで政治や人権とかの不満を抑えるのか。国民が働かなくても国が成り立つことができるのであれば楽園国家だな。しかしこの楽園とも思える国で問題を抱えることになります。一体何があるんだ？こんな真のパラダイスみたいな国で一体何があったの？石油以外の産業がないんですよね。ああ、石油があるから必要としないのか。まず国家が石油を管理しているので国の収入になりますよね。サウジだとそれが大部分を占めるんでしょ？なのでサウジの収入は石油価格に大きく依存します。石油の価格が下がれば国の収入も下がると。つまりリスクヘッジがまるでできてないってわけね。一方でサウジアラビア人の3分の1は公務員です。え？多くないか？公共部門の労働者も含めると割合が7割と言われてますね。半分以上じゃん。つまり国民が自立してなくて産業がないってことか？国がほとんどを供給して必要であれば外国から輸入します。いいじゃん。だけど国と石油に依存しすぎてるから何かあれば国家が破綻すると、さらに政治的にも歪みを生んでいます。というと、サウジは王族がいるんですが、まあそりゃいるでしょうね。その王族が政府閣僚など政治に絡んできて、内務大臣の勧告で各州の知事の任命権があって、2021年だと全員サウド家が州知事らしいです。知事まで親族ってかなり珍しくない？というか王族ってそんなにいるのか？日本の皇室ですと17名いるんですが。あ、それぐらいなんだ。サウジだとどれくらいなんだ？正確には不明ですが4000人多い時で数万って言われてるみたいです。多すぎるわ。初代国王がたくさん子供を産んだからそれだけ王室も増えたのか。全員役職につけてたらポストなくなりそう。当然テクノクラートの存在もあるので全員が王族ではないですし、役職についてない王族もいます。ロイヤルニートか。ニートとは限らんだろ。まあこれで権力の腐敗が進みやすくなるわけです。一部の人たちが全ての権力を握るとなるとね。あと産業が育ってないので失業率が高いんですよ。え、サウジって無職の人が多いの？人口が伸びてるから需要がありそうだが、これ中東の石油産油国に共通するんですが、国内の人間だけではなくて外国からの出稼ぎ労働者が多いんですよ。そういえばカタールワールドカップの時も外国からの出稼ぎ労働者の労働環境が問題になってたな。え、あんなすごい大会の裏にそんなことがあったの？カタールの場合ですと人口300万人未満で9割が外国人居住者みたいです。ほとんど外国人やんけ。日本の外国人労働者が確か 2% ぐらいなんだっけ？もっといるように思ってた。それでサウジは5割から6割ぐらいと言われてますね。結構少ないじゃん。カタールに比べたらだろ。とあるサウジアラビア人で大学を卒業したばかりの人が、仕事がないな。どういう仕事に就きたいんだい？マネージャー管理職。いきなりマネージャーかい。まあこれは極端な例だと思いますが、こういう風な仕事じゃないと負け組と認識するわけですよ。日本でも大卒だとブルーワーカーになりたくないって人が多いよな。私は汗水垂らして働くのは性に合わないから、スーツ着て知的に働きたいな。という勘違いした奴がブラック企業に行くと、いやー、というのもあって特に若者の失業率が高くて一時期3割あったとも言われてて不満が高まっているようです。中東ってみんなお金持ちでパラダイスみたいな国だと思ったのに、そんな国怖いわ。こういう貧困を放置しておくとイスラムの過激派みたいなのが生まれる要因になりますからね。あれはあかん。特に問題になってるのが女性の社会進出。男性と比べて圧倒的に労働参加率が低いです。確か宗教的に難しいんじゃなかったっけ？サウジはワッカーブ主義という宗派で厳格です。礼拝断食などの義務行為の他に、酒類ポルノ賭博などは禁止、肌の露出やセクハラなどの秩序を乱すものや占いやクリスマスなども取り締まりの対象に。クリスマスケーキ食べられないじゃん。普通のケーキ食えよ。
そういうのを取り締まっていたのが勧善懲悪委員会という組織で、なんか名前がやばい、風紀委員会みたいなやつかな。80年代前後ではイスラム教徒でもない外国人も取り締まって家宅捜索や暴力を振るってたみたいです。権限強すぎるだろ。ただあまりに行き過ぎた行動で21世紀ぐらいから権限が縮小しました。そこから女性の社会進出が少しずつ増えてますね。サウジも少しずつ変化してるんだな。話を戻しますと、これらレンティア国家として成り立たせるためには原油価格を維持し続けなければなりません。原油価格がどれくらいだったらいいの？以前 IMF が出した試算だと1バレルあたり95ドルとか高いわ。今と同じぐらいか。ただアメリカのシェールガスや代替エネルギーの開発などもあり、いつまでも石油に依存するのはリスクが高いです。実際に一時期原油価格が下がって収入が減り、支出増もあって財政赤字になり、2015年に国債を発行しました。なんか予想してたよりサウジっていっぱいいっぱいなんだな。確かにこれらを見ると自国内での産業を育成する必要があるな。これらを解決するために出てくるのが PIF です。お、ようやく登場するのか。サウジは2016年にビジョン2030というものを打ち出しました。一体何なんだ。一つはそれまで石油の収入で補助していたのを減らして国民にも負担してもらうというものです。つまり補助金に甘えず働けと。火の玉ストレートすぎる。そのためにも国内の産業を育成するために経済の門戸開放を進めて、石油以外の収入を3倍以上にして財政均衡に努めます。ということは多くの投資が必要になるな。でもお金がないんでしょ。そもそも産業が育成されてないから誰も投資しようとはしないだろ。そこで PIF がエンジンになります。そもそも PIF って何なの？パブリックインベストメントファンドの略称で、国内の技術革新や産業の多様化を支援する目的で1971年に設立されました。結構昔からあったのか。これを拡充させます。だけどお金はどうするのさ。石油を売ります。結局それかい。厳密に言うとサウジの石油を握っている国有化されたサウジアラムコ、ここを IPO で上場させます。それで得た資金を投資に回すのか。サウジアラムコの時価総額は9月26日現在320兆円ぐらいですからね。ああ。わかりやすく言うと三菱 UFJ の20倍ぐらいです。逆にわからんわ。このファンドを活用して公務員の給与や水道料金の引き上げを行いつつ、民間部門の雇用を創出して石油収入を増やすというものです。そもそも国の経済の根幹を変えようというプロジェクトなのか。経済だけじゃなくて女性の社会進出や再生可能エネルギーを拡充するなど社会問題にも言及しています。中東の歴史を大きく変えようとしているプロジェクトなんだな。そしてこのプロジェクトの監督大臣で最も重要となる人物が、ムハンマド・ビン・サルマーン・ビン・アブブル・アジーズ・アル・サウド。長いわ。まあ普通はムハンマド皇太子って言われてますね。皇太子ってことは継承権第一位なのか。原告王サルマーンの子供として1985年に生まれました。ということはまだ40歳にもなってないってことか。2011年にスルターン皇太子兼副首相兼国防大臣が亡くなって、ムハンマドが国防相となります。30歳で国防相になっちゃうの？さすが王国だな。その後国務大臣となり、2015年父親が国王になると様々な役職がつくようになり、経済開発評議会の議長となり経済政策も担うようになります。軍事と経済を握るのは強すぎる。同年に異例の若さで副王太子兼第二副首相に昇格して外交政策も担うようになります。30代で役職をコンプリートしそうな勢いだな。ほとんどの権限がムハンマド氏に集中してる形ですね。もはや次期国王も時間の問題だな。その後出てきたのがビジョン2030なんです。サウジの威信をかけた絶対失敗できないプロジェクトなんだな。2017年にムハンマド氏が皇太子に昇格。元々の人が亡くなったの？国王の勅命です。急に？王国だから王様の言うことは絶対だからな。リアル王様ゲームか。ゲームじゃないから。原国王が高齢で病気がちということで、実質的なトップと見られています。40足らずで実質的なトップか。長いこと君臨しそうだな。ムハンマド皇太子はハードワーカーとして知られていて、労働基準法を守ろうよ。労働者じゃねえから。女性の権利拡充や娯楽産業の推進といった一連の解放政策の牽引役になっているので、サウジに多い35歳以下の若者から支持を集めているリーダーともなっています。お金、権力、人気の全てを兼ね備える完璧超人か。同い年のウプ主は恥ずかしくないんか。こんなのに勝てるやついないわ。これが PIF とサウジの目的です。つまりこれって利益目的のファンドじゃなくて、国を豊かにするのが目的なのか。国
国を豊かにするためにも赤字を出すのはダメだろうがな。このビジョン2030を発表して1年後に設立されたのが PIF やソフトバンクなどが出資して設立したソフトバンクビジョンファンドです。さすが孫さん、お金の匂いを嗅ぎつけることに関しては天才だな。それ込めてるのか。それで外国企業を根こそぎ買いまくると。いえ、どちらかというと国内投資が6割になってます。え、外国のイメージが強いけど、多いのは不動産や太陽光などの代替エネルギー分野。まあそこら辺は鉄板だな。住宅とかの経済効果はでかいからね。あとは観光や娯楽とかですね。厳格なイスラムのサウジアラビアなのに。サウジは90年代になると失業率が高くなって色々と態度を変えたんですよ。ツンツンだったのが出れたんですか？ツンデレみたいに言うな。21世紀になると観光などの委員会を設立したり、初めて世界遺産に認定されるなど変化が見られ始めました。それまで世界遺産がなかったのか。2019年に観光ビザの発給を再開して閉鎖されたサウジのイメージの払拭に動いています。女性とか生きにくそうなイメージだったが、以前までは現地の民族衣装の着用が義務付けられてましたが、今は露出が少なければいいそうです。パリピはダメだね。パリピはサウジ行かないだろ。 PIF では2023年7月にサウジアラビア観光投資会社を設立したり、公開のリゾート施設を所有したり、キディアという巨大エンタメ施設の建設に動いています。中東の場合はカタールやドバイとかライバルも強いからな。観光は雇用の裾野が広いから女性の社会進出にはぴったりだね。あとは娯楽。どんなのがあるの？というか今まで娯楽がほとんどなくて、ビジョン2030のすぐ後に娯楽庁が設立されて、2017年12月35年ぶりに映画館の営業禁止措置解除を発表しました。今まで映画もなかったの？ある意味すごいな。ただ今ではコンサートもありますし、アニメも大人気で大規模なアニメイベントやコスプレイベントも多いみたいです。振り幅でかすぎだろ。やっぱアニメってすげえな。あとはスポーツ。サウジアラビアではサッカーが大人気です。アジアの中では強豪だし、昔からワールドカップに出てたよな。PIF は2023年に国内の4クラブを買収。おそらくはスポーツを活性化させるためだと思われます。買収しすぎでしょ。さらにそのクラブチームが年間最優秀選手にも選ばれたカリム・ベンゼマやクリスティアーノ・ロナウドなどを獲得して活性化させてます。そんなすごい選手が来たら盛り上がるだろうな。それがガラガラで、イングランドの有名選手を呼び寄せたアルイテファクの試合では観客が1000人を下回ったことも。少なすぎるわ。なのにプロ選手はサウジアラビアに行くのか。ヨーロッパだと年俸が20億円超えぐらいで一流クラブの一流選手なんですが、サッカー界って年々給料が高騰してるのは知ってるが高いな。サウジだとどんなんなの？欧米のトップクラスだった選手で50億円ぐらいで、ベンゼマクリロナに至っては300億円オーバーとも言われてます。すげえ。ちょっと今からサッカー選手を目指してくる。お前だったらボールボーイにもなれぬわ。ひどい。しかも税金がないですからね。やっぱサッカー選手になるしかない。諦めろ。 PIF は基本的に長期投資で外国の関連する分野に投資しています。サッカーもその一つだと思います。確かイングランドのプレミアリーグのクラブを買収したよね。2021年に100年以上の歴史を持つ名門ニューカッスルを買収しました。イングランド人ってクラブのアイデンティティとか大事にするって聞いたが、サウジが地元のクラブを買収することに反対したのでは？買収が決定した時は優勝したかのようなお祭り騒ぎでした。なんでやねん。前のオーナーがほとんど投資をせずに2008年から2度降格。そりゃ嫌われそう。有名なエピソードとして、プレミアのクラブはトレーニング施設でプールが完備されてるのがほとんどなんですが、クラブにプールがあるのか。さすが世界一のリーグだけど、ニューカッスルにはプールがなくて子供用のゴムプールを完備してます。くさ。まあそんなクソみたいなオーナーだったので、 PIF にとっては買収しやすかったんだと思います。それで PIF がリアルサカツクをやっちゃうとか、そんな感じ。サッカーの場合は人件費とかに制限かかってるんで、そんな派手ではないんですが、的確な補強を行って一時期降格危機だったチームを見事立て直して強豪にしました。意外に地味にやってるんだな。まあ練習場などの設備は大幅改修してるみたいですがね。さすがにあのビニールプールは捨てたか。どっちかというとゴルフの方が派手ですね。ゴルフチームでも買ったの？ゴルフにチームはないから。アメリカの PGA ツアーというゴルフツアーが有名なんですが、全米や全英オープンもやってるよな。2021年に PIF らによって新たにリブゴルフを創設。グレッグ・ノーマンを CEO に据えて高額なお金を提示して PGA から選手の引き抜きなどを行いました。やはりお金か。
まあプロだしな。怒った PGA はリグに出場した選手を PGA ツアー出場停止処分にしました。戦争じゃ、戦争が始まった。しかし今年になって PGA ツアーとリブゴルフが統合されました。急にどうした？やはりお金か。統合される新会社には PIF の人間が会長を務めて PIF が数千億円規模で投資して株主になります。スポーツ界を席巻しているな。他にも Uber や電気自動車のルシッドグループ、投資ファンドのブラックストーンなどにも投資しています。これから伸びそうなところに投資してるのか。エンタメ業界にも投資していて日本だとカプコン、光栄テクモ、任天堂、東映などの大株主になってます。なんでゲームやアニメの起用？2030年までにサウジで250のゲーム会社を設立して 3.9 万人の雇用創出を考えているようです。投資額が大きいだけに狙ってるものも大きいな。これだけ資金を大量供給している PIF なんですが当然反対している人たちがいます。お金くれる人はいい人。なんで片言なんだよ。2018年にムハンマド皇太子を批判したサウジアラビア人記者がサウジ領事館で殺害された事件が発生。そんなことがあったの？アメリカ政府はムハンマド皇太子がこの件を承認したと結論付けました。だけどサウジアラビア内で起きたことだから皇太子にお咎めなしと。その他にも弾圧やジェンダー宗教処刑など欧米との価値観の違い。最近は変えてるけどまだまだって感じなのか。保守的な国だし変えるのは難しいでしょ。これらで欧米だとサウジの資金が使われることを問題視されるケースが多いです。向こうだと人権とか特に重要視するからなという感じだったんですが、ちょっとその風向きが変わってきてるようです。なんでや。以前までは投資資金が中東以外でも十分集まったんですが、アメリカの金利上昇などで最近は難しくなりました。それでシリコンバレー銀行がえらい目にあったもんね。一方でエネルギー価格の高騰で景気が良い中東は変わらず投資意欲が旺盛で、アメリカの投資ファンドが機会を伺ってるようです。今まではお金があったから相手にしなくてもよかったが、なくなった途端にゴマすりに出たのか。やはり人間はお金に弱いな。一番弱いお前が何を言う。PIF の運用資産額は2022年末時点で 2.23 兆リアル、日本円で78兆円で今後も拡大の方針です。これは無視できない規模だな。これがサウジアラビアと PIF です。サウジアラビアに対するイメージが変わったわ。もっと保守的な国と思っていたが、いろいろと改革してるんだな。この急激な変化は中東だけでなく身近なところでも起き始めてます。日本企業の大株主にもなってるからな。これからは中東に対してもいろいろと知識を持った方がいいかもね。サウジアラビアはビジョン2030を指針にしてますからね。そういうことを考えると今回の動画はためになったね。でしょでしょ。そういうためになるっぽいこと言っといて、この動画を作った本当の目的は何だ。去年推しチームがニューカッスルにボコボコにされたのが忘れられなくて。1年以上前のことじゃんか。あれでチャンピオンズリーグ出場を逃したんだよ、畜生が。